ったく、うるせえな。また叫んでやがる。やっぱりお歌を作るの大変なんですね。なあマネージャー、青いドスは置いといてよ。改まって何の話だよ。青いドスの不調には彼の過去、彼が失った記憶が絡んでいる可能性があります。前船に乗り込んできた賊どもが青いドスを見て残虐三兄弟って呼んでたろ。てめえは残虐三兄弟？何？野郎ども、精鋭を呼んでこい。じゃねえと全員命はねえぞ。賊の反応普通じゃなかったよな。何ビビってんだとあの時は思ったけど、その後青いドスのやつ、刻んでやがる。悪趣味にも程があるぜ。魔物を原形とどめねえほど切り刻んで、あん時の目は正気とは思えなかったぜ。以前から青いドスは剣を持つと人が変わりました。その悪趣味の行為、彼が記憶を失う前にしていたことなのかもしれません。残虐三兄弟について俺とマネージャーでつて使ってこの町で分かる限りを調べてきた。残虐三兄弟は血生臭いパフォーマンスで後ろ暗い連中に人気らしい。奴らは基本的に3人編成のバンドで、ライブ&アドリブが身上だそうだ。黒ギグとかいう妙なことをやっていて。ジャン噂にたがわぬ人気だな。みんな新メンバーのあなたに期待しているんですよ。ああ、これからとんでもないことになる。変わってほしいくらいだ。光栄だ。しかし、ギグで譜面を見ながらとは変わったことするな。僕たちはライブ&アドリブが信条。アレンジは前日に済ませるんです。メンバーの血で書かれた譜面とは気分が出るね。ギグの鳥までその気分取っておいてくださいね。時間だ、そろそろ始めよう。ブータン、口を挟むんじゃないですよ。すまない。音も歌詞もひどく暴力的らしい。初めて聞くやつは耳を塞いちまうほど。野良犬を置き詰め、石を投げ取って打って、街を蝕む呪いは奴が元気元気元気。悲鳴が焚きつける、潰して黙らせる。次に呪いの因が起きるは誰だ誰だ誰だ。
で、一番盛り上がるのがギグのラストだかで。あ、俺の譜面一枚少なくねえか。僕たちのが一枚多いんです。あなたには不要ですからね。ああ、本当に変わってもらいたい。待ってくれ、最後の一枚には何が書いてある？ギタリストを処刑です。え？ミュージシャンは譜面に逆らえない。仕方ありませんね。ドラムを刺すと書いてくれても構わないんだぞ。ダメです。その代わりご褒美をあげますね。ギグの打ち上げをたっぷりとね。ああ基本的に三人編成っていうのはギタリストが処刑されちまうからだ。その血の雨がフィナーレを飾るんだと。とんでもねえ連中だな。それお尋ね者になったりしねえのか。ギタリストは決まって賞金首から選ばれるそうです。ですから罪に問われることはないと。それでアオイドスは以前その残虐三兄弟とやらでギターを弾いていたということか。あくまで可能性だがな。初代ギタリストがいざこざで脱退して以来基本的に3人なんだと。アオイドスが初代か二代目か知らねえが、因縁があるのは間違いねえ。まさかこのフェスで勝ち合うとはな。作曲の難航といい、問題が山積みだな。こんな調子で、オイラたち出場できんのかな。げっそりしてんな。作曲の方はどうだ。それより練習を始める。は？初期衝動を取り戻す。既存曲からたどり、そしてパトスを得る。まあ俺は構わねえよ。練習室の手配してくるぜ。初期衝動、不足しているのは音か言葉か。くっ、俺としたことが。血の雨の降る黒ギグか。今のアオイドスからは想像もつかねえが、妙な過去を持ってるもんだな。以前アオイドスは消えた記憶に求める音があると言っていました。もし仮に過去残虐三兄弟の一員だったとして、その記憶を取り戻すのが彼に必要とは、幸せなこととは思えないんです。ああ、余計なことを思い出さずフェスに集中できればいいんだが。ここをこうか。改めて難しいもんだな。くそ、本番までにどうにかものにしねえと。
リズム体にやや難ありだな。チッ、始めてんのか？ああ、本番で恥かくわけにはいかねえしな。いやいや、やってきてた割にずいぶんやる気じゃねえか。へ、どうだかな。ベース弾き始めて指先の皮もずいぶん硬くなっただろう。ああ、最初は弦を押さえるのが痛くてな。なんだかんだそういうの我慢して付き合ってやんだな、ラカムは。オイラも人のこと言えねえけど、今回のフェスをうまく活かせるために俺もできることをって思ってな。アオイドスが何もかもなくしてそれでも残ったのが音楽だろ。あんまり無限にはしたくねえっつうか。とにかく今は減点要素を減らさなきゃだ。減点要素か。リズム体にやや難ありだな。ベースが年の割に初心者っぽさが抜けてないわね。いっそ青い髪の子が弾いた方が良さそうじゃない？あとドラムな。ボーカルの女の子は音楽性とのギャップがうまく効いているが。そこが決定的だな。ドラマーはマスコット臭が強すぎる。ギャップというより違和感だ。おっと、ぼーっとしてらんねえな。メンバー揃うまで俺たちだけでやるか。うん、リズム隊はバンドの要だもんな。今のフレーズ、もう一度だ。あ？おう。そこまで。もう一度だ。なあ、ここそんなに問題あるか？少なくともスコア通りには弾けているぞ、アオイドス。俺はパトスを探している。アカイドスの演奏に潜むパトスが聞き取れるまで繰り返した。もう一度。わかった。もう一度だ。もう一度。
演奏はこの荒削りな感じでいい。違うのはリズム、メロディ、イメージと離れ近づき交差している。もう一度だ。ああもう一度最初から。練習不足だぞアーカイドス。ベースが年の割に。荒くゆっくり、そして澄んだ。これだ、理想に焦点が合っていく。なぜ演奏をやめた、アーカイドス。いや、このフェスにかけるお前の思いは知ってるつもりだ。失敗できねえってのもな。俺の演奏じゃ不安ってのも、まあ、わかるんだ。練習不足は間違いねえ。何の話だ。できりゃこんな提案したくなかったが、他のベースを探すっててもなくはないんじゃねえか。意味がわからん。なぜそうなる。マネージャーも言ってたろ、盛り上がりが結果を左右するってよ。俺の演奏の完成度を上げるより未熟さがかえってプラスになるやつを見つけた方がきっと早い。お前の目の厳しさは知ってるよ。繰り返しの練習も、いわゆる見極めのためだろ。待て、アーカイドス。なあ、いいか。実はオイラもちょっと思うところあってよ。オイラの見た目がバンドの音楽性にそぐわねえって言われて、どうすりゃいいのか。お前まで何を言い出す、黄色いダス。いいか、俺は自分のパトスが見えていないだけだ。お前たちに不満はない。気でもましたか、ベッタミン。ああ、お前が俺を定義するか。身の程をわきまえてゴミ箱に戻れ。残虐三兄弟に必要ない。これはどこかだ。赤いダス、黄色いダス、どこだ。どちらもしばらく考える時間が欲しいと言って部屋を出ただろう。リハはどうする。時間が必要なんだろう。何日か活動を休止する。
ベースは赤いドス、ドラムは黄色いドスだ。そこを変えるつもりはない。それなら、なぜすぐに引き止めなかった？ああ。誰も本当の俺を理解し得ない。そう。俺自身でさえも。俺は何を見た？なぜ俺は止めなかった？お前の目の厳しさは知ってるよ。繰り返しの練習も、いわゆる見極めのためだろ？違う！大丈夫か、アオイドス。質問の相手は選べ。俺は常に最高だ。そのはずなんだ。ああ、もちろん君は最高だ。けれど、最高であり続けるのに疲れたのでは？休止の期間を延ばすか？フェス本番まで時間がない。何度も言っているだろう。いや、まさか。まさか、今回の出場を辞退しろと。それも一つの手だ、アオイドス。ありえない。ありえない！俺がギグを続けてきたのは、本能に従い、才能を発揮するためだ！美貌と才能を合わせ持ち、欠けているのは記憶というピースだけ。それを求めて歌い続けた！俺の本能はフェスを求めた。きっと最後のピースは、このアウギュステフェスにある。歌唱。楽器、作詞作曲。空虚な俺の中に残されたものの正体を紐解くヒントとともに。記憶のピースは、はめずに置いた方が幸せかもしれない。俺の記憶に、神が罠を張っていると。そんなもの、手に入れてから見極めるさ。フェスに出る意志は変わらないか。当然だ。目の前のフェス、目の前のギグに背を向けるのは。俺が歌をやめ、ドッシーズが消え去る時だ。わかった。僕も覚悟を決めよう。今日も活動休止か？ああ。赤いドス、黄色いドスがその気になるまでの間だ。そうか。他のバンドからヘルプを頼まれた。休止が続くのなら、俺はそっちに行く。そんな！引き抜きがかかったのか？俺はあくまでサポート。メンバーになるわけじゃないと最初に言ったはずだ。
また他の人間たちの演奏にも触れてみたい。ドッシーズの活動が再開するまで。好ましくはない。だがドッシーズの活動を優先するという条件付きでなら構わない。集まったはずのピースが一つ一つ外れていく。神はフェスへの参加をよほど妨害したいらしい。神の嫉妬も大概だな。星だのなんだの、うるせえな。